本日より放送を開始しましたインターネットラジオペイフォワード環境情報教室、聴講生の澤田です。2011年3月11日の東日本大震災では数多くの尊い命が失われました。また福島第一原発事故により世界でも例を見ないシビアアクシデントとして今もなお懸命の復旧作業が続いています。自分の家族や仲間を守るにはどうしたらいいのか。かけがえのない地球を次世代へつないでいく役割を私たちはしっかり果たしているだろうか。まずは知ることから始めたい。そのために本当の情報を知りたい。そういう願いからこの番組がスタートしました。このラジオ番組では両親がある専門家をお招きし、旬な話題をわかりやすく解説し、次の具体的ステップにつながる未来志向の提言をいただきます。市民発信メディア 8bit ニュースでの発信を中心とし、 Facebook など皆様からのご意見ご質問を最大限反映して、今私たちに本当に必要な環境情報をお届けします。第1回目の今日は京都大学原子炉実験所の小出博明先生をお迎えします。ここ1年半事故から起きましたけども、どうやって学んでいってもらって、どうやってこう行動につなげてほしいかというような、なんかメッセージをいただけるとありがたいと思ってます。はい。私は原子力のに夢を持って、原子力の場に足を踏み込んだ人間です。原子力が未来の人間のエネルギーを支えると信じ込んでいたのですが、専門の場所で原子力を勉強してみると、私が思っていたようなことは幻だったということに気がつきました。原子力の燃料であるウランはもともと地球上にはそんなに多い資源ではありませんので、化石燃料が枯渇するので原子力だと私などは思わせられてしまったのですが、化石燃料が枯渇する前にとっくにウランはなくなってしまうという、そういう資源だったのです。ですからもう根本的にもう考え方が私自身も間違えていましたし、原子力について描かれていた夢そのものが初めから間違えていたということで始まっているのです。おまけに原子力をやってしまいますと膨大な放射性物質を生み出してしまいます。それが万一であっても環境に漏れてくるようなことになれば大変な被害が出るということは私にも分かりましたし、原子力を進めてきた人たちももちろんそのことを知っていた。だからこそ原子力発電所だけは都会には建てないで過疎地に建てるということで原子力を進めてきたのです。しかし原子力を進めてきた人たち、国、電力会社、原子力産業、マスコミも含めてですけれども、彼らは原子力発電所だけは絶対に安全で事故を起こさないと言い続けてきたのですね。私はそんなことはないと思ったし、大きな事故が起きる前にとにかく原子力をやめさせなければいけないと思いながら生きてきたのですが、残念ながら私の願いは届かないで事故が起きてしまいました。ほとんどの日本人、まあ、あるいは日本人だけではなくて世界の人もそうですけれども、未だに原子力の夢というものを断ち切れないでいるわけですし、少なくともこれまでは原子力は絶対安全という宣伝を一方的に聞かされ続けてきたわけで、こんな事故が起きるなんてことは皆さん誰も思っていなかっただろうと思います。でも大変残念なことに事故は起きてしまいましたし、10万という単位の人たちが家を追われて今大変な苦労をされているんですね。そういう苦労を多くの人にちゃんと分かってほしいと思うのですけれども、こういう事故を引き起こした重たい責任のある政府、あるいは電力会社、原子力産業、マスコミも含めてですけれども、私から見ると何の反省もしていない、誰一人として責任を取っていないという、そういうことになっているように見えます。大変私から見ると無念なことが続いていますし、このままで行ってしまうとまた原子力発電所を再稼働するとか新しい原子力発電所を作ってしまうとかいう
ことになってしまうのかなという危惧を私自身は持っています。それを防ぐことがもしできるとすれば、多くの人たちが事実に気がつくということ以外にはありませんので、私の力は本当知れているのですけれども、できる限り原子力というものの事実、真実というものを皆さんに伝えたいと願います。ありがとうございます。はい、これからはですね、小出先生にご登場いただきまして、はい、難しい原子力の話、私もね、距離のあったこのお話をですね、先生からの直接のお話をいただくという形をもちまして、はい、私たち一般人がしっかり理解して、知って、で、私も、まあ、福島の方、もしくは福島以外の方、皆さんが知ることによって、福島の方のこれから、もしくは日本全体のこれからをしっかり考えるきっかけとしたいと思いますので。ありがとうございます。はい、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。小出先生には本番組の原子力コース、主任講師としてこれからもご登場を予定しております。その他コースとして、食品安全、次世代エネルギー、被爆防御など、今私たちが本当に必要な環境情報を定期的に発信していきます。未来を作るインターネットラジオ、ペイフォワード、環境情報教室。